では週刊ウニュです。よろしくお願いします。よろしくお願そいしします。て、岩井正香です。お相手は、はい、三好でございます。よろしくお願いよろししくお願まいしす。でます。は、今日はですね、まず、振り返りということで、はい。折り紙が四つどもえになってるそうですね。ようなやつの、ようなやつ。ようなやつ。ようなやつの振り返りです。では、ムービーを見ていきまそうすかですね。ね。はい。はーい。よいしょ。再生。よいしょ。こうやってですね。はい。正方形が変化して、なんか Z がいっぱい並んでるみたいな。ああ、そうですね。まあ、そうですね。Z。まあ、でも、やっぱ、なんか、折り紙にはちょっと見えないですかね。折り紙が回ってるようには。ということで、はい。折り紙も用意してきました。あ、そうなんですか。それはちょっとじゃあ見せてもらって。ここにあるあ、んですそけれはそど、っちに切り替えないとダメですね。そうですね。一旦じゃあ共有停止しまして、はい。はい。そんな感じ？あ、なるほど。ちょっと待って。これは、これに、あら。スピーカー。あ、これ。あ、なるほど。ああ、本当にね。ね。そうなんね。色を4色とかやる手もあったんですけどね。ムービーでは2色でしたね。まあ、同じ色の折り紙があんまりなかったんで、ああ、そっこうしたか。だけなんですけど。はい。折り紙を、折らず切らずに、並べるだけで、この模様はできると。ああ、なるほどね。ああ、なるほどね。不思議ですね、でもね。ちょっと不思議ですね、じゃあ。こっちの方が断然不思議ですね、ムービーよそうですり。か。だってさ、切ってないんでしょ、これ。切ってない、切ってない。なるほど。なかなか不思議。はい。これもどっか出して、これだけ出すといいのかな。ちょっとわかんないけど。そんなことで。ああ、なるほどね。これはまたこの後なんか続編もありますかね。そうですね。ちょっと、考えております。はい。はい。では、振り返りは今日は、シャーッとしてましたが、そうシね。ャーッとしてますが、また、それでは、見てる皆さんは登録よろしくね、と。あと、いいねもよろしくね、ということで。これを踏まえて、もう一回動画を見るといいかもしれないですね。はい。ああ、もう一回見ますか。じゃあ、見てみましょうか。じゃあ、よいしょ。ほら、折り紙が回ってるように見えてきましたか？なかなか心が強くないと、こればっかりは見えないね。ああ、だからここの、まあ折り紙っていうのはもうやめちゃうと、この斜めにちっちゃい正方形が並んだところで、なんかこう、組み合わせを切り替える手がありますよね。そういそえれば。も、そう。ちょっとね、それ楽しい感サじイに、ズこ違の、いに変おっわっちゃうっと、ていう。この白身が 白身がこの、なんていうか、くっつき方が変わるのができます。はい、途中で、ね。ということで、じゃあ、振り返りはこの辺ということで、じゃあ、チャンネル登録と、いいね。よろしくね。ということで。では、高ま評た価よボろタン。しくお願いしまはい。す。では終でわりまは。す。